大将大谷ですなかなか風邪が治りません。喉が痛いよー。ということで、熱はないんですけどね、あのー、先日、武尊選手の記者会見がありました。で、自分ですね、終わった後すぐにあのー、会見後にインタビューさせていただいて、えー、もうあのー、最低限のことだけなんですけど、あのー、記事にさせてもらいました。あのー、週刊 プレイボーイのウェブ版シュプレニュースっていうのに載ってますんでそちらの方をご参照くださいということで今回はその模様を含めちょっと言いたいことを4つお伝えしたいと思います1番「たける」会見2番「たける」インタビュー3番「格闘家としての死4番「負けるべくして負けた」 この4つをお伝えしたいと思います。早速いきます。1番、たける会見。あの、たける選手の会見に行ったら、まあ、要はもう、体中ボロボロだったみたいなことを言ってたじゃないですか。 えっと、拳を怪我して膝の靭帯も損傷して腰の分離すべり症にも悩まされていて、えー、数数年前から精神科に通ってパニック障害とうつ病と診断されていたとまあよくこんな状況でシェアしてんなっていうまあねちょっとすごいですよねえーまあ、格闘家の方で結構これに似たようなあの症状を持ってる方は少なくないんじゃないかなと思うんですけどでもここまでのはなかなか すごいいんじゃないかなかと思う部分もありますであの僕会見でいくつか気になったことの一つであの観客の方にすごく感謝をしていたそれがまあ,あの武尊選手らしいといえばらしいんですけどえと試合後ね試合後に花道にたくさんのファンの人たちが集まってきてくれて。 僕の中では応援してくれる人たちだったり、信じてきて、信じてついてきてくれる人たちだったり、皆様に申し訳ない、結果をの返す、結果で返すことができなくて、不甲斐ない気持ちでいっぱいだったんですけど、あそこでファンの人たちに言われた言葉、ありがとうって言葉をたくさんいただいたと。なんかそれがその時のことを本当に一生忘れないと思う。ですけど、あの時にもらったありがとうという言葉が今までこの10年勝ち続けてきて、 その時のどんなおめでとうよりも嬉しかったと。うん。なんかね、すごい切ないといえば切ないけど、でもすごい気持ちもわかるような気もしますよね。で、えっと、質疑応答に入って、記者の方が、えっと、もし機会があれば二人で話をしてみたいという気持ちはありますかって聞いたんですね。そしたら、いや、ないですね、と。まだ。えー、それは、 多分お互い引退してからなんじゃないかな天心選手はこれからもボクシングで活躍していくと思うし同じ格闘技界にいる間は仲良くはできないかなと思いますとうんなんていうんだろうねなんかすごく、うん、正直な物言いだなと思いました僕はこの会見でやっぱりあのその安心相違だったってこととかお客さんに感謝したってことと あと仲良くはなかななかかできいいっていうこの3つ、まあ、すごい会見でこの3つが一番あの僕の中ではポイントだったんですけどあのこの日あの取材陣は100人ぐらいいて、まあ、いつも k 1の会見にあの僕行ってないのでどの程度のお客さん,お客さんには取材陣の方がいたのかはちょっと分かりませんけどもうすごい多かったんじゃないかなと思います。で試合あ会見の最後に、えー、武選手が えー、天心選手に負けたからって言ってあの僕はこのベルトを巻く資格がないという形で、えー、ベルトを、えー、中村プロデューサーの方にこう返上してたけれども、まあ、これでタケルが抜けるっていうかね形になるわけだからこのベルトを誰が争奪するのかっていうのが k 1のテーマになってきてこれはこれで一つのなんか、ね、次なる動きが見えてきたみたいな感じであのタケル会見終わったんですけどあのそうだな。 いや、全部終わったところであのー、話しそう会見だけじゃなくてやっぱりインタビューもあったんでインタビュー終えて全てのその日の印象を語った方がいいと思うので次に進みます2番目たけるインタビューえー、っと会見終わって何媒体だっけな結構4媒体か5媒体か結構いろんな一般媒体含め えー、武る選手の取材をしたいっていうなんか申し入れがあったらしくてでそれぞれあの武る選手をやってったんですけどまあそうなると一媒体の持ち時間が短くなるじゃないですかそれでもまあなんとか僕はやらせてくれっていうふうに頼んだんで、まあ、やらせていただいたんですけど、えっと、まず聞きたかったのは武る選手にドームの印象だったんですね雰囲気っていうか。で会見の時に 武ル選手があの試合のことは振り返りたくないみたいに言ってたから、うわ、これ、もしインタビューしてるときに振り返ってもらえなかったらどうしようと思いながら、一応聞いてみたんですけど、その時に答えた言葉が、初めてあの景色、えー、満員の東京ドームを見たとは、えー、オープニングセレモニーの時だったと、で、涙が出てきた。えー、ここのの景色がこの時代に見えられるんだなって 僕がプロになった時は格闘技の人気が落ちている時代で昔みたいな大きな会場でみんなに注目されることができ,できないと思っていたとあの時のことを考えたらこれだけたくさんの人に試合を見てもらえるんだなっていう喜びこの景色が見られるんだなっていう嬉しさがあって涙が出ましたとまあそうですよねあの本当は武る選手があの前インタビューさせていただいた時に言ったのはあのなんで武るは ノックアウトが取れるんだとうん相手をダウンできるダウンすることができるんだって言ったら要はあのー、地上波がなかったので注目されないとで注目されるためにはノックアウトを取るしかないノックアウトを取るためには相手の前に入っていってもうとにかく避弾する覚悟でバンバン行くとそしたらえっ、ー、とーその覚悟みたいなのでダウンが取れると 相手はもう守りにこうなんていうの入るというか負けたくない選手であってもとにかくもうくガーッとっ武田選手が入ってくるから12発食らうのは覚悟の上なんですみたいなその覚悟の違いで自分は相手からノックアウトを取れるんだっていうふうに武田選手が言ってたんですけどとにかくノックアウトを取らないと注目されない注目されないとメディアに乗らないメディアに乗らなければ K1 は自分は成り上がっていけない。 なので、まあ、地上波があれば多分この戦法もしかしたら取らなかったかもしれないと考えるとすごいね武尊選手の、あのー、なんか思いみたいなのが伝わってきます。でえっと、まあ、話を進めていくとあの日当日計量だったじゃないですか。で僕、あのー、こ,のこの話をなんかいろんなところでか見たりあじゃあしゃべったり。 書いたりすると必ずもう体重のこととか言わない方がいいんじゃないですかみたいなコメントがあったりするんですけどもうそう言われれば言われるほどあ結局そこをみんな気にしてんだなと思ってあのー、やっぱり当日6 2キロっていうルールにしたことはやっぱりあのー、どう考えても天心選手側にとってはあのー、譲れなくはなかったんだろうけど。 ここを取るか取らないかって大きかったと思ってるんですね、やっぱり。で、えっと、それが結果、結果にどう反映したかどうか、ともかく、初手としてここを取ったっていうのはすごい大きかったと思うので、天心選手側にとって。なので、えー、っと、実際、テケル選手はすごい不安があったと、正直ね。不安がありましたね、ここ1年、いつでもこの試合ができるようにずーっと減量していたような感じだったと。 計量後は取りたいものを取りたかったけど、まあ、前日計量の後ね、取りたいものを取りたかったけど、とえー、っと、6 2キロ当日計量の6 2キロを超えてしまうのが怖くて、夜ご飯も食べ取れなかったと。結局、水分だけ 4kg 以上の飲み物を飲んでいて、食事を取ったらオーバーしちゃうなーって考えながら、少しだけ食べた感じですね。正直不安はありましたと。前、こうやって言ってる本当に、やっぱり、この分は、 だって初めてじゃないですかあの、タケル選手、当日計量って。で、えっと、天心側からすれば、当日までタケルの,その精神的なメンタル面と、あと体力面っていうのを、まあ、削るっていうルールを勝ち得たわけだから、ここはもうすごい、やっぱりあの初手としては素晴らしい手だったと思います。戦いにおける アドバンテージをいかに取っていくかっていう戦略としては素晴らしい天心眼を褒めたたえなきゃいけないと僕は思います入場があったじゃないですか僕は正直あのなんかあの前の動画でも言ったけどなんか元気ねえなーみたいな覇気がないなっていう風に感じたんですよでこれに関して武尊選手に聞いたんですねそしたらえいつもはやってやろうみたいな気持ちでえはあるんですけど今回に関しては実現するまでの時間とかいろんな思いがあって それをどっかで考えちゃう部分があって、でも今回はいい意味で落ち着いていられたと。だからすごい落ち着いた、落ち着いてたなんだっていうのがちょっとこう逆にあの驚いたというか、あれは落ち着きっていう雰囲気だったのね。覇気がないっていうんじゃなくて落ち着いてたがゆえのあの入場の時のあの表情だったっていうふうに本人は言っている。今までは試合の前日は眠れないんですけど、今回はぐっすり眠れて試合当日も 怒りや感情の高ぶりもなくていい意味で冷静になっていたというかいろんなことを思い返しながらすごくいい精神状態でしたうんあの入場はねいい精神状態だったっていうのはちょっとなんか意外ですよね、うん、ちょっと面白かったこのコメントはで3番目、えー、格闘家としての死試合が始まるじゃないですか で、1ラウンド終了間際だったんですけど、たける選手が、えー、天心選手の左フックで、えー、ダウンを奪われる、まあ、この時の話をたける選手に聞いてみます。焦った部分はありましたけど、すごい冷静でいい、えー、一瞬のフラッシュみたいな感じだったので、あんまり脳に効いていなくて、久々にダウンしたので、ダウンってこんな感じだったっけなって、もっとふらふらするようなものだと思ってたんですけど、全然脳に残っていないな。 大丈夫だなっていうかと言ってて、なんかあのダウンしたのが6年半ぶりかなボンジョバーナーだっけっていう選手にダウン取られて以来のダウンだったのでまあ確かにねそんだけ6年半もダウンしてなきゃダウンってどんな感じだったっけってそれはも分かんないっていうか一瞬ね思い返せないところもありますよねただ多分6年半前のダウンはすごい脳に効いてた記憶があるんだろうから今回は。 そのフラッシュダウンというか脳にこう浸透するようなダウンではなかったっていうようなイメージを持ってたんだと思います。であの日、えー、とオープニングファイトを含め全16試合やってタケル選手の前の段階で7勝8敗かなんかで、えー、K1 側が7勝8敗だからちょっといっぱいしてるわけですよ。でしかも目の前の前 えー、セミファイナル、セミ前の試合が、まあ、K1 軍側がこうあ立て続けに負けるじゃないですか。これに関して、武尊選手がちょっとショックを受けたみたいなことを言っています。えー、同じジム、クレストのヒデさん、山崎秀明さんとか、野入正明の試合は気になってました。ね、両方とも負けちゃったからね、野入選手もね、あのー、山崎選手も。 で特に正明がカイトに負けたのはびっくりしたしクレスト所属の3人揃って,て勝ちたかったけど目の前で2人が負けたことで最後は俺が勝ってやる締めなきゃという気持ちが強くなりましたねと、うん、特にあのー、そのセミファイナルのノイリー選手とカイト選手の試合はノイリー選手が初めからもうなんていうの実力差があるしあのレベルが違うみたいなことを言っていたのでそこでね まさかの、あのー、延長戦までも連れ込んで海斗選手がキック勝つというパターンになって武尊、えー、選手からすればうわーノイリーが負けちゃったみたいなのは、まあったんでしょうね。であのー、僕例えばねオリンピックの、あのー、金メダリストみたいな方、ま、だと4年に1回だから。 そこに向けて4年間ずーっとこう集中していくわけじゃないですか。で、金メダル取りましたみたいになっちゃうと、もう次また4年かかるわけだから、まあ一回も燃え尽き症候群みたいには落ちるわけですよ。なので、天心・武尊戦に関しても、あのー、天心選手は逆にやる前からボクシングに行くって決めてるわけだから、そっち行くけども、武尊選手はとりあえずこの試合を実現するんだっていうところで来たから、 絶対燃え尽きっちゃうんじゃないかなと思っていて、燃え尽き症候群みたいなのありますかって、あの、聞いたんですね。そしたら、僕もそうなると思っていたんですよ。燃え尽けると思っていたけど、そうじゃなかったんです。次を向いているし、今回休養するのも燃え尽きたから休養するんじゃなくて、次に向かって体をメンテナンスするためですから、だから目標があっての休養であって燃え尽きてはいないと。 えむしろ体さえ治れば1週間後でもやりたいって気持ちがあるこんな燃え尽きないもんなんだなって自分でもびっくりしていますだからこそ僕はまだやれるんだなって思いました燃え尽きたら多分引退だなってというふうに言っていてああすげえまだ燃え尽きてるんだっていう <laughs> ちょっとこれは自分でも意外だってね武尊選手言ってたけどまあいいことじゃないですかあのー、僕ら ね、タケルの試合がまだまだ見たいわけだから思いつきたないんだよし頑張れっていう風にね思うしね、うん、でえっとこの後僕あ僕テイシ選手が試合後に、えっと、死のうと思ってたっていう風なコメントを残してるんですけどそのことについて聞いています自殺っていうのは僕は一番したくないし一番悲しいことだと思っていますだからそういうことをしたいとは全く思わなかったんですけど今回の試合に負けたってことは格闘家との死 格闘家ととしてての死だと思っていますそれと試合が終わった時すごい連絡が来たんですよ絶対に自殺するなよってファンの人たちからも死なないでくださいでいっぱい来たとでいやいや死なないわと思いましたけど自殺するくらいならきついことを全部投げ捨てて楽しいことだけの生活でを選んでいくし自殺する勇気があればそのくらいはできると思うんですけどだから そういううういいい選択肢は全くなかったたですねとというふうに答えていました、ねまあ、死ぬ死なないっていうのはねなかなかこう物騒なものを言いなので、あのー、軽々なことは僕も言えないんですけどでも天心選手もそのくらいの覚悟で挑んだっていうことだけはまあ、あのー、すごい理解できるなというふうに僕は思いました。 ということで4番目。負けるべくして負けた。あのー、僕ね、これが多分一番聞きたかった部分でもあったんですけど、タケル選手に、一番何が足りなかったかと。天心に勝つために。これは一応聞いてみたかったんですよ。で、それを聞いたら、まあ、次のように答えています。言い訳になっちゃいますけど、コンディションかなって。だからこそ休養して直したいなって思いましたね。んーなんつうのかな。まあ、結局そこに行き着いちゃうんだなっていう。 うーんまあそうだよねそんだけまあ病気だなんだかんだ背負っててなあどうなんですかねコンディション調整っていうのはまあプロだからまあやってるはずなんだけどどうしてもやっぱこう過度なオーバーワークとかそういうのを含めてなかなかこううまくはいかないよねうん まあ、ね、まあ、それも含めて天心選手はあのーまあ、冗談込みなんでしょうけど5ヶ月ぐらい休みたいって言ってたじゃないですかだからこれを一応、あのー、武尊選手にもぶつけたんですけど僕は1ヶ月ぐらいでいいみたいなことを言っていたのが面白くて、えー、と練習はむしろやりたいくらいだとっていうふうに言っていてで今回正規の一戦と言われてまああのー。 45年前に世紀の一戦って言われた、まあ、猪木有り戦っていうのがあったじゃないですか。で猪木有り戦ってあのーまあ、フルラウンド3分15ラウンド戦って、まあ、ドローっていう形になっていていまあ、未だに逆に語り継がれてるわけですけど今回の天心武け戦も、まあ、45年後に語り継いでるというかまだまだこうみんながこうあでもないこうでもないっていうふうに語ってる可能性もあるじゃないですか。で あの時にね、僕ね、猪木さんが、えー、いろいろ僕も一時期調べてた時に、えー、猪木さんがね、あり、あり戦終わった後に、自分の恐怖、自分の中にある恐怖と向き合えたって言ってた言葉があったんですね。で、それをだから翔選手に聞いてみたかったんですよ。もう絶対聞こうと思っていて。で、これを聞いたら、負ける恐怖はありましたけど、それこそ負けた瞬間の恐怖、全てが終わると思っていたし、あの時に、 あれを経験できたっていうのは人生において大事な経験だったと思うしそれがねそれで終わりじゃないっていことも分かったとうんこれは非常に武尊選手もまあ良かった結果は悪かったんだけどだから良かったんですよやっぱりやって良かったんだと思うけどねでさあの僕ドームの借りはドームで返せっていうふうにあの前の動画とかでも言ってるしあの原稿でも書かせてもらったんですけど あのー、これね残念なことにねこれをね伝える時間がなかったもうほんとにねすっげえギリギリでいろんなことを聞いていてあと5分ぐらいあればもうちょっと聞きたいこともあってだから例えば那須川会長があの何、ー、だっけ何かあったら天心選手にタケル選手をサポートさせますみたいなインスタグラムとかもあったじゃないですかだからそういうことも那須川会長天心パパが言ってるんですけど あの武さん、どう思いますかみたいに聞きたかったんですけどちょっとその時間もなくてまあまあさておき「ドームの仮はドームで返せ」っていう言葉は僕もこのチャンネルでも言ってるし、えー、ヤフーの記事にもなっているのでまあどっかからこう回り回ってその思いが必ず武尊選手に伝わるんじゃないかと仮にまあ伝わらなければそれはやっぱり僕の見立てがまあ、ちょっと。 間違ってるっていうかちょっとあのそぐわなかったんだと思うしでもそうなっていったら面白いんじゃないかなっていう思いは未だに持っています今回タケル選手の会見行ったじゃないですかでタケルインタビューしてでその前は天心選手の試合後のコメントを聞いて一夜明け会見も見てなんだかんだこの一連の流れをバーっと見た中で思ったのは あのー、確かに初手の部分ではね何度も言ってるように僕6 2キロ当日計量でっていうところってあのー、天心側の戦略勝ちだと思うんですよただこれ当日計量なしで武尊選手が65とか6 6キロまで戻せたとしてですよあのー、天心選手にじゃあ勝ったかっていうとそこはもうちょっとね 微妙、それ見てみたいみんな見てみなきゃわかんないからどうなるかわかんないんだけど僕なんか一連の流れ見てきてタケル天使に勝ててなななかかっったんんじゃないいいいう思いがすごいあるんだよねこれはなんか直感的なもので根拠みたいなものを言われるとちょっとあの説明しづらいんですけどうんだからなんか負けるべくして負けたのかなっていうふうには思いました。 あの正ほんとほら本音ででそれだけ天心ってなんかね強いっていうよりもまあ,あの言い方ちょっと語弊があったら申し訳ないんだけど賢いというかずる賢いみたいなところも含めた天心の恐ろしさがあるんだよそこを含めて天心選手のあのこうあの童顔に近いこう笑顔から。 すごい人の良さみたいなのを感じるんだけど実はそうではないなんかもうすごいものが内包されてるっていうことを僕はなんかこうあのタケル選手のインタビューをしてなおあ,あそういうことなんじゃないかなってこう自分の中にちょっと仮説立ったことがあってそれはちょっともうちょっとし,してからあのこう公開したいんですけど多分この仮説は合ってんなっていう思いがあるのは事実です。 すいません、ちょっと分かりにくくてで最後追記「人を叩いていいね」をもらってそれで幸せかあのこれ天心選手がえー、っとインスタグラムでしたっけ ?SNS でなんか書いてたんですよね「みんな人間だぜ何で会ったこともない人人前に立って頑張ろうとしてる人に それができる顔も見せずに人を叩いていいねをたくさんもらってそれで幸せか ?SNS が世界だと思うなよこんなくだらない世界が全てだと思うなよ全部フィクションだと思ってた方がいいぜ悪口言われても言い返すんじゃなく全部返わしてほしい俺はいくら言われても大丈夫だから大きな心を持ってほしいあん大きな心を持って生きてほしい良い成果になりますようにっていうふうにまあ あの天心選手がつつっていたって言って、ねあのね、記事で読んだんですけど何て言うんだろうなこの後って僕あの武尊選手が仮に MMA やるとかって言われてるけど武尊選手よりも茨の道を進むのは天心選手だと思っていてっていうのはなんだかんだって MMA、MM、ってキックボクシングと。 ががってるるところがあるじゃないですか要は同じ格闘技界の中にやっぱ MMA ってあるんだよねキックもボクシングってやっぱ一つちょっとこうボクシング村ってまた別の村に天心は行くわけだからそう考えた時にまあよそ者がそんなに大きい顔をできるかどうかっていうのってまた違う問題だと思うのでね違うジャンルに行ったらもう今度はもう天心をあの全力応援というか だって多試合の連続なわけじゃないですか天心選手からすればそれはもう全力応援してあなんとか頑張ってほしいと思うけど人間ってこう足引っ張るのも好きな生き物でもあるのでいい時はいいけれどもちょっとダメになったらすぐ足引っ張る人っているじゃないですかだから逆にそういう数が逆に大きくなったの大きくなってったら俺の出番だなと思って逆にだって そんな足引っ張られてんだったらふざけんなよお前、天心がこんだけすごいことやってきたんだよって俺だって言えるじゃない。でも今は別にあの…僕ごときの力も全く必要してないでしょうからまずは天心選手にあの…頑張っていただいて結果をどんどん積み重ねていただいてでうわ、天心かわいそうだなって思うような瞬間があればもういつでも天心頑張れ っていうふうにあの格闘業界の端っこから、うん、こう応援したいと思っています。まあ正直ハンバーの僕だけじゃなくてかボクシングに行っちゃう天心寂しいじゃねえかって思いはあの少なからず持ってる人いると思うんで、まあ今はしょうがない。そういうそのその気持ちを嘘じゃないので、<laughs> でも天心一選手には頑張ってほしいと思います。まずはその前に僕は。 格闘業界にいるタケル選手をどうにかね再生の道を、うん、僕ごときの力で何もできませんけど応援していきたいなと思っていますということで長くなりましたが、えー、タケル会見タケルインタビューに行った、えー、感想をお伝えしました、えー、いいと思った方は高評価ボタン、えー、コメントもいただけると幸いですということでマイりズ行くよ では、和田さん。ありがとう。ええー、ヤ本さんが。はい、天滝の実況をされました、ね。しました。お疲れ様でした。ええー、こちらこそう。何か他の今までの過去のシリーズ、違ったこととかっていうのはあったもんですか。うん、ああ。まあ、でも、自分、競馬の実況。やらせてもらってるんで。えー